ファイナルですね。そうですね。今日で一回今までのメレンゲが終わるくらいな気持ちでやりますよ。ぼんやりと手応えとかがなんかあるんだけど、それをそのままなんかね、おとんたちの集中が今半端なくて、みんなそれをそのままなんかピークに迎えて出したい感じ。何も考えずになんか演奏して目の前のお客さんに向き合えればなと、はい、思います。結構久しぶりに行く土地がすごいあったんですけど、いろんな気持ちをなんかもらえたので、まあ、それは僕らの自信にもなったし、もらったものをここで一回放出しできればと思いますね。なんかあれですね、まあツアーでやってきた、ツアーですごいやってきたことをちゃんと見せて、次のステージに行けるようなライブしたいですね。すごい集中したライブをやってきたんで、3人でやってる意味というか、そういうのはちょっとはつかめないかなと思いました。思ってしまうよ。
ないかなと自分の中では思ってるんですけど、まあ、僕らはハードというかお客さんがちょっとなんか変わった感じもしましたね。楽しみ方はそれになんか釣られて自分もちょっと変わったみたいなところはちょっとなんか今日面白かったです。なんか、まあ、こんなこともメレンゲが やったらも面白いかとか、まあ、そういう部分はちょっと感じましたね。ライブを重ねるごとに熱量がどん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 増えていったし、緊張感だったり緊迫感だったり集中力だったりっていうのがなんかどんどん研ぎ澄まされて、それをちゃんとお客さんに音楽で返ってたし共有できたしっていう、すごく意味のあるツアーにできたことをとお客さんにしてもらったなっていうのも、ね、本当にいいツアーでした。初日の仙台からもすごくいいツアーが良くなる手応えがしてて、それがなんか決勝を組ませてた感じがすごい良かったですね。まあ来年10周年ってこともあって、こっからなんかちょっとメレンゲ飛躍したいなっていうのも変わっていきたいなって思ったんで、今までのメレンゲがやってきたことをやりつつも、それをさらになんか脱却するような気持ちやすさから一歩一歩死ぬ気でやってて、今までのメレンゲを全部放出して次からなんか新しいことに向かえそうな気がします。時はまだ何も考えてないんですよ。でも自分なりになんかやっていく理由みたいなのはちゃんと作らないとやっぱり続けれないんで、そこはこの秋に向けてなんかやるんじゃないですかね。確実にまあ今回ツアーでできた形っていうのは一回完成できたんじゃないかなと思うので、その先にまた多分戻ったりするだろうけど、きっと本当ただ飛べるというかな気が してるんで、ね、やっぱワンアンドオンリーになりたいですね。これメレンゲしかやってないよねっていうか、これメレンゲだよねみたいなの存在になっていないですね。最高です。大好きです。お子さんタイプ。楽しかったです。
た時にお会いできて嬉しかったです。また千葉に来てください。で本当に良かったです。ありがとうございました。すごい楽しかったです。これからも頑張ってください。わざわざ仕事を休み取って来たからありました。ありがとうございました。本当に何ちゅうすかね、何にも今まで続いたことないから全部やめてきたから、途中で仕事のバイトしても多分1ヶ月もったことないぐらいの感じし、よく続いてるなぁと思うんですよ。その偉大さをなんか感じなきゃいけないなぁと思ってるんですよ。なんか、まあ、今はすごい当たり前のようにとにかく今10年っていうのが見えてるから、そこまでは行きたいですね。どう